はい、おはようございます。おはようございます。5月の15日月曜日。はい、めっちゃ雨降ってます。はい、いやですね、雨降ってたんで、見回りの方は省略しましたが、はい、今から避難者の世話します。行きます。はい、行こう。よいしょ。今日は何かと忙しい日なので、うん、朝は鳥を見送り、見送りっていうか捕まえて送り込む。よいしょ。鳥を捕まえた。ここで、いや、自動換気になってるから鳥は。ここ今霧になってるで。あれ、本当だ。うん、はい、いつもの癖で切ってしまったんでしょう。はい、いや、切ったとしても上だから。え、そうだっけ、昨日の夕方。昨日の帰り上で。ああ、じゃあよいしょ。はい、だいぶ湿度高め。昨日と同じ 47%。 外が雨だとどうしても。そうだね、なりますね。まあでも全然大丈夫。気温が 26.何 とかの湿度が 40何 とか。はい、みんなおはよう。朝だよ。Good morning。おはよう。これをつけるとホワイトノイズが見られる。なる。なんで？おはよう。急にあれ見られると怖いんだよ。なんか受信したって。うんうん。いいですね。いい感じですね。あ、危ない。餌の減りも良好。1.5 杯あげたのにほぼないですね。素晴らしい。餌おけに糞までするします。洗ってあげましょうか。まったく。はい、温度測ります。はい、はい、気をつけてね。踏まれないでね、俺に。逃げるんだよ。逃げて。はい、25.8。 はい、 28.9。 はーい、はーい。お、15番立とうとしてる。頑張れ。15番の方は 26.8。 はい、頑張れ15番。心なしか餌が減っとるが。お、すごい。ピヨピヨ言う元気が出た。いいね。あら、元気出たかな。お、はい、だって、うんうん、じゃあ水を洗いましょう。はい、餌もそのうんちされたやつは洗いたい。わかった。はい、お水あげるからどいて。どいて。そろそろなんか大きくなってきて首が詰まりそうだね。だね。またあれだね。首は緩めます。あ、一番はね、緩めた。最近またあの大きくなってきたヒナの首が緩めますの動画が。回っている？そう、アホみたいに回ってます。なんでだろう。まあ可愛い、ヒナが可愛いよね。ではあいつとこいつを今330。え、それは300万。そう、すごい。今うちのチャンネル100万回超えの動画が4本になった。すごい。いや、皆さんのおかげですね。あ、そして最後の水皿があそこにある。ある。ごめんごめんね、ちょっとね、取っちゃうよ。取りゃ。はい、いた。はいはい、ありがとう。これ糞掃除の頻度は、1日おきくらい。ってことは今日やるんだな。うん、はい、ということで皆さん
直置きタイムです。どうぞ皆さん、至近距離でのひなの可愛い姿を楽しみたまえ。なんかその直置きアングルめっちゃいいらしいですよね。好評だよ。可愛いよね、ひなの目線倒すなよ。さてガリガリしていこう。おお、取れる。取れるね。面白いぐらいに糞が飛んでいく。やりやすい。ね、床に落ちた糞食べないようにね、みんな。糞食べたって何にもいいことないからね。コアラじゃあるまいし。カンガルーとかはなんかお母さんの袋の中で自分のうんこを食べたりね、するらしいけど。やめ、うんこ食べないで餌食べ。と言ってもまだ餌皿に餌は持ってないんだけどさ。あ、もうちょっとお待ちを。こっちおいで、みんなのとこ行け。さあみんなご飯食べ。ないけど。はい、はい、新しい皿よ。はい、ありがとう。何でしょう、新しい顔よみたいな。アンパンマンじゃないか。ちょっと狙った。しかも本当の本当に新品だから。あ、そうなんだ。そう。みんな新品だって。きっと餌も美味しいね。うんうん。はい。食べな。はい。はい。新品。すげえ。うん、ピカピカ。10年もの新品。いいね。いいですね。新品ってだけで寄ってきそう。さあ、新しいもの好きだろみんな。キラキラしてるとなんか続きたくなっちゃうかも。ピカピカの皿だとより。確かに。うんうん。おーおー、食べてますね。はい、長靴は食べないんだよ。
はい、みんな暴れないよ。さ、餌もやったし、あとは黙々と糞を片付けるだけ。いやー、ほんとよくね、糞するようになったよ。ね、よく食べてる証拠。よかったよかった。こうやってね、掃除道具に立ち向かってきちゃダメなんだよ。お、全然怖がんなくなったね。ね。お掃除道具を。まださ、あの、区画内にいたやつらはビビるんだけどさ。ああ。うんうん。この辺ってまだ置かない方がいい？あ、置いてもいいよ。おお。あとで回るけど。はいはい。いや、そっちに置こう。ダメ、やめなさい。つつくのやめろ。よいしょ。どうすんだ、俺が後ろによろめいてブチュってなったら。おしまいだ。ブチュってなったら死んじゃうのかね。え、うん、ひとたまりもないですね。え、ダチョウに踏まれても死なないのに。あー、踏みどころじゃないですか。頭とかだったらもう助からなそうじゃない。確かに、うん、YouTube のあの動画は体か、体かどっかだか黒い液体がブチュって出たの。痛ましい。でもそういう事故もないとも言えないもんね。しょうがないよ、だって足元にいるんだもん。うん。あー、首が詰まってる。ごめんね。首が詰まりました、あいつの。はい。あ、ちょっと逃げないで。この人ですね。美味しい映像だ。見てください。とっ捕まったやつです。ごめんね、6番ちゃんが首が詰まってグーってなってた。あの、大きくなったからですね。食べ過ぎ。食べ過ぎというか、まあ、成長。はい、はい、ごめん。いらっしゃい。はい、さ。はい、何があったか忘れてください。はい、また食べてください。よしよし。ガオ。怖いだろう。ごめんね。怖いだろう、食べるぞ。だんだんマットとマットの隙間が目立ってきた。あいや、ほんと糞が増えたね。ね、ほんとに。よいしょ。みんながみんなこぞってうんこをしてくれてると嬉しいんだけど。うん。ね、まだちっちゃい子はそんなに食べてなさそうですね。はい。このさ、道具さ、うん、あれだね。体勢がきついとか言ってたけどさ、うん、どうでもなくない？おうおう、私もやる。はい。どっちからやろうか。あれ？これで合ってるの？どうした？
たの、かわいいね。もふもふ。はい、こうやって掃除をしてても全然ビビりません。うんうん、いいね、みんないいダチョウ、慣れしていいダチョウになってね。そこのね、ど真ん中にね、かわいい子、小さいかわいい、これそう、かわいいね、ぼーっとしてる。ぼーっとしないでいや、たまにはぼーっとしてていいんですけど、ずっとぼーっとしてる子は危険だから、ね、何を考えてるんでしょうかね。うん、何も考えてない多分。あー、すごいね、綺麗になった。ダメダメ、ほうき抜けちゃうよ、抜けたもの食べないで。はい、いや、すごい取れる。うん、いい買い物をしたのでは。そうだね、使いにくいわけでもなくない。うん、もうまだこの規模ならば。そうそうそう、これ全然高くないしね。おいくら？いくらだっけな。1000円くらい。あ、1000円以下。へえ。890いくつけただったような気がします。いえ、アマゾン。アマゾンか。てかアマゾンだったな、この間もらったリンクも。うん。ほら、私落ち着いてないで餌を食べに行きな。ね。あとはこの隙間、うんうん、埋まってる餌たちをどう回収するか、うん、これはもう最後になっちゃうのかな。そう、水洗い、オールアウトの水洗いかな。だんだんさ、こいつらがさ、食い散らかしてるのかよく分かんなくなってるね。なんかスライディングしてバーンってそのまき散らしちゃうこともあると思うし、だんだん埋まっていく、食い散らかすのもあるだろうし。めっちゃ取れた。うん、この辺、あ、さあ、ダメダメ、お前踏むよ、まずい顔面。ああ、踏まないで、潰れ座長になるよ。さあ、おいで、おいで、よし、おいでな、おいだ。あ、いいよ、いいかしらね。はいはい、おいしいね、青い手袋、おいしいね、おいしいおいしい。何の味、かわいいね、12番ちゃん、12番ちゃん、おう、ヒナがワンサカになってきましたよ。すごい、かわいい、ほんとだ、大人気。いて、バカバカ、カメラをね、持ってる手をつついてはいけないんだよ。食べるよ怖い。昨日、午後一人だったから、うん、ああ ここにしばらく寝てみたよ。はいはい、あ、ポニタンはもうじゃあ慣れているかもしれん、ヒナたちが。あんまりでも怖がらないね。怖がらないね。最初からさ、あれだよな、うん、30分ぐらいずっとこうやってればさ、もうなんかね、みんな認識、でかいでかい、なんかがでかい、なんか一緒に住んでる親のダチョウも怖がらないし。あ、そうそう、この間久々にあのメスの楽園に卵があったんですよ。はい、はい、確かに。で、虫網が明らかに届かないうちにあって、うん、入ったんですよ。うんう
一人で単身。うわ。山田さんはどっかに行ってて。うん。どうだった？スプラが全速力で向かってきて。怖っ。え、でも威嚇じゃないよね。威嚇じゃないか。遊ぼう。遊ぼうって言って、ドーンって怖いよね。かわいい。かわいいけど力加減がね。怖いですね。今日は神回ですね。みんなダチョウのヒナが可愛いのかね。可愛いと思った方は高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。お願いします。あら、大丈夫かな。どの子？んあ、これそう、いや、デカめの今水飲んでる子なんだけど、足が、あ、それなんか変じゃない？足割っちゃった？あ、うん、その子も私が思ったのはね、今動き出した子。あ、これあれ、今小さい子をのけた人。あ、そうそう、何番だろう。12番。ごめんね。2番。2番、また新しい子だね。なんか足？足、右足がちょっと曲がっているように。なんかここ変だよ。見える、そう。ここなんかグニャってなってない？みんな見える？ここなんか変わっちゃうけど。どこ？これ。内側？あ、でもそれはね、治る。すねが、すねというか甲が。うんうんうん。それは治ることが多い。先生先生、洗濯板みたいね。こいつらの足の甲は洗濯板みたいですね。スリスリスリ。ね、長靴食べても美味しくないよ。ご飯食べな、水飲みな、酒飲みな。お酒はないです。おはよう、こんにちは。怖くないのかい？かわいいね、ズングリムクリちゃん。18番はズングリムクリちゃんだね。かわいいね。お持ち帰りするよ。持って帰っちゃうよ。ずっとこっち向いてぼーっとしてんだ、君大丈夫かい？大丈夫かな。はい。こいつ目やにというか目の横に穴がありますけど、何なんですか？何だろう、目の横。18番。え、耳じゃなくて。いや、耳はわかる。18番、今こっち来たね。この子。それ、その小さい人。目やに？見えない。ちょっと。あ、捕まっちゃった。怖い。食べられる。目やにだね。2番と同じになりかけ？同じ、2番。ほら、2番、あの、目やにかわかんないけどさ、両目閉じちゃったじゃん。確かに。助けたけど、強引に。いや、まだパッチリしてる。あ、やめて。いじめないで。あ、あれかな、目つぶしの。目つぶしを。目つぶしの、そこからバイキンが入って目やにになるとか。そっかかな。2番は両目を目つぶしされたんだよ。2番、でかかったけどね。うん。待って。はい、ということで、ごめんよ。はい、まずいっちゃったね。はい、ということで、5月の15日、月曜日の、ひなの様子でした。皆さん、チャンネル登録と高評価、そしてチャンネル登録、2回言っちゃった。はい、よろしくお願いします。以上、みさとオーストリッチファームから、コニタンとともちゃんでした。バイバーイ。またねー。はいはい。